どうも、スマッシュマスです。昨日の配信でも言ったんですけど、俺、先月まで住んでた場所に、戻るかもしれません。いやー、ちょっとこれからね、これから秋が始まってきて、だいぶ涼しくなってくるんですけど、結構エアコンない生活が想像以上にきつくてですね。で、金曜日に、フードコートで、醤油ラーメンを食べたんですね。で、胡椒をめちゃくちゃぶっかけたんですよ。胡椒をめちゃくちゃぶっかけて、で、食べた後、なんか夜中に 急に喉が、なんか、イガイガしてきて、喉が荒れ始めて、で、ちょっと声がなんか変になっちゃって、で、その後なんか急に熱っぽくもなってきて、なんかでそこから一気に体調がおかしくなりまして、でたなんか熱中症なんだか脱水なんだかそんな感じになっちゃって、そう、それで昨日生配信でなんかそういうのをいろいろ話したんですけど、でそのいろいろ考えた結果、戻るかもしれません。先月まで住んでた場所に戻るかもしれません。実はルームシェアをしてたんですけど、ちょっとその僕が一人で、完全に一人で暮らしてみたくて、自由になってみたくて、その一人でやってみたんですけど、なんかあまりにもちょっと金銭的にもかなり不自由になっちゃったし あ、これダメなんだなって 僕はまだそのルームシェアってとてもあれなんですよ。安いんですよ。安く済むんですよ。そう、半分ずつの負担で住むから、一つの家で半分ずつの負担で住むから、めちゃくちゃ安いっていうことに気づいて、で、僕はまだそのルームシェアをやめられるほどの財力がないんだなっていうのを気づいて、いろいろ、まあそういういろんな事情がありまして、急に戻りたくなりまして。もうね、俺ってほんとバカ。ほんとバカ。自分でさ、これしたい、あれしたいって欲求が出てきて、割とすぐ、即行動に移しちゃうタイプなんですけど、それが結構あだとなるっていうかさ、後々あ、やっぱやんなきゃよかったみたいなことが結構多くてですね。まあでも、まあそのやらなかった後悔より、やった後悔の方がね、いいっていうのは、その通りなので、まあこれも一つの経験だなと思って、まあその引っ越しの費用で30万ぐらい飛んじゃったんですけど、まあお勉強料かなと思って、お勉強料でしゅ。な感じで、はい、ちょっと戻る、その、ルームメイトのいる場所へ戻るかもしれません。そっちの家はね、エアコンもあるし、洋室なので、思った以上に快適な生活ができてたんだなって今までね、そう、5年間もうそこに住んでたんですけど。いやー、ちょっとね、ダメですね、なんか。いろいろと。和室、築年数が結構、ある物件なんですけど、ここがね。なんか、それもちょっと合わないなっていうのも感じ始めて。もうね、本当にバカ。もうね、本当にバカ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 、もう、ポコ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 、自分で決めたことを、やっぱやめるっつって後悔して。やっぱやめる、戻ってくってね。せっかくいろいろ手伝ってくれてね、荷物運びとか、そう、手伝ってくれて、レンタカー借りてさ、荷物運びを手伝ってくれたのに、まあ、またみたいな感じだよね。でもね、なんかね、ルームメイトはその戻っていいよって、戻ってきていいよって、快諾してくれて。まあでもそれでまた負担、その2人の負担が半分ずつで済むので。いや、その2人が別々に住むと、それぞれの家で家賃が発生するわけだから、もう余計2人の生活苦しくなるじゃないですか。それもダメだなって思って。アホらしい。そんなもん引っ越す前から分かってたのに。いざ引っ越してみたら、きつすぎて。それで動画活動もちょっと縮小気味になっちゃって。で、その中での体調不良ですよ。もう追い打ちかけてるよね、これね。戻れって言われてるような感じがして。戻れ戻れって。モンスターボール中戻れって。ね。こんな感じで、戻るかもしんないで。戻ったら、あれだね。その僕の動画の中で、その、
なんか今までの見慣れた部屋だみたいなね。 そう、思い出してくれるかもしれない。懐かしいってなるかもね。なので、まあ、早ければ今月中にはこことはおさらばかもしれません。なんか、敷金を2ヶ月分払ってるから、それでちょっともキャッシュバックがあればいいなって思いますね。はあ、そんな感じで、おバカさんなすばしわすをこれからも見守っててください。ちょっと病み上がりでまだ体が本調子じゃないんですよね。なんか全身まだ体に力入んなくて、なんかぼーっとしてて。でも今日から仕事なのに。ああ。でも今筋トレした。ちゃんと、週に2回の筋トレをちゃんとやった。まあちょっと軽めというか、あんまりそのね、じっくりはやらずに。なんか、体の上げ下げをこう、ぐわぐわじゃなくて、こう、ちょん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 ぐらいで。今日はちょっと、それじゃないとちょっと筋トレできなかったんで。それぐらいちょっと、まだ病み上がりで本調子じゃない。熱は下がったっぽい。うん。お元気。熱は下がったので、こっから体調が戻ってくるはずなので、よろしくお願いします。頑張る。向こう戻ったらまた歌ってみたとかもさ、できるからさ。そう。あとはなんかゲーム実況とかもね、なんかしようかなと思いますよね。はい。とにかくおバカな師走でした。バカバカバカ。自分で決めたことでお金使って、わざわざ自分の思うまま欲しいままの環境を自分で選んで好き好んで手に入れたのに、やっぱり元に戻したい、帰りたいってなっちゃった。おバカすぎる。ドアホー、チンチン、チンチン、ゲリ便、ビチグソナスはしわすでした。バイバイ、またねー。